ここの七味屋さんは、あ、手入ってた。七味屋さんは、古くからあるお店で、七味唐辛子とか山椒は使ってます。僕も七味を、一度昔買って、いただきましたが、風味があって結構美味しいです。ここもお土産にこう入れたら喜ばれるかなと思ってます。なんせ今日は人が多いです。もうコロナとか関係ないんかなっていうぐらい、おのぼりさんもいっぱいいますし、もうちょっと散策します。